先月、16万円のノートパソコンを購入するも、全く使いこなせなかったハリー。あれから1ヶ月、ようやくパソコンから編集、投稿をすることができました。従来の動画と異なり、大幅に画質の向上に成功しました。せっかくなので、音声ソフトも有料のものを使用しております。なかなか人間らしい声で気に入っております。さて、今回のベンチプレスは、ロシアンルーティンを採用しました。後ほどメニューの内容を説明させていただきますが、この日はロシアンルーティンの初日、 162.5kg 2回6セットというなかなか最初から厳しい重さをやらされております。原則としては軽く胸の上で止めるストックベンチプレスで終始進行していきます。時折止めの甘い時がありますが、そこはあまり気にしないでください。ロシアンルーティンはひたすら同じ重量と回数を同じ日で行います。今回はこの内容を6セットも行うので、かなり気が遠くなる作業になってしまってます。6セット全て乗せるとかなりのボリュームになりますので、残り4セットは一括で流します。ハリーの Q&A コーナー。今回のテーマはロシアンルーティンについて。名前だけは聞いたこともあるでしょうが、実際にどんなメニューを行うかはわからない方も多いと思います。ざっくり説明しますと、頻度は週3回、これを6週間行うので全18回で完結します。用語として1週目のことをウィーク1、2週目をウィーク2と呼称します。そして先ほど行った初日のメニューが全体の半分を占めるメニューとなります。それでは実際にメニューを作成していきましょう。まずロシアンルーティンと英語で検索すると、このようなサイトが一番上に来ます。少し下にスライドさせると、ステップ1のところにあなたのマックスを空欄に入れてくださいと表記があるので、そこに1回上がる重量を入れます。ハリーの止めマックスは 207kg なので、そのように入れてみます。すると自動的にメニューが生成されます。どうやら右下の最終日に 217.5kg をやらさせるメニューのようです。こんなのできるわけないので 202.5kg に加工修正してこんなメニューになりました。最終日が 212.5kg、 まだ多少は現実的になったのでこのメニューを採用します。それではメニューの内容を解説していきます。左上のウィーク1デイ1からスタートします。ここでは2回6セットです。そして交互に1回ずつ増えて、初日のメニューを行い、1回増えて初日のメニューを行いというのを6回6セットになるウィーク3デイ2になるまで繰り返します。ここからはハリーの場合10キロ増えて 172.5kg、 レップ数とセット数が6から5になります。初日のメニューを行い10キロ増えて 182.5kg、 レップ数とセット数が5から4になります。こんな感じに繰り返していき、最終的に 212.5kg を目指すという内容です。早足で説明しましたが、お分かりになりましたでしょうか。ロシアンルーティンの注意点としては、かなり強度の高いメニューになりますので、低い重量設定をしないと途中でグダグダになってしまうことです。なぜこんなことを言うかというと、そんなハリーも途中でグダグダになってしまい、サイクルとしては大失敗に終わってしまったのです。どのあたりからグダグダになるのかというのはある意味参考になるかと思いますので、この動画を反面教師にしてロシアンルーティンを成功させていただければ幸いです。それではこのあたりで本編に戻りたいと思います。この日はウィーク1デイにレップ数が2から3になりました。このあたりの序盤は後半に行けば行くほど、なんて生優しいメニューなんだと実感することができます。それほどまでにロシアンルーティンというのは高強度なのです。ウィーク2デイ1、レップ数は3から4になりました。動画の尺の都合で省略してますが、それぞれの間には 162.5kg 2回6セットの初日メニューをしっかり行っております。ロシアンルーティンはいわゆる線形サイクルと言われるもので、日ごとに重量が増減するのが特徴です。
ウィークにデイさん、レップ数は4から5になりました。162.5 キロ5回6セットは結構厳しいメニューです。まだメニュー全体で考えると半分にも満たないので、この時点でカリーは未来に希望があるとは信じることができませんでした。カリーのアレンジとして最後のセットはナローを行ってました。81センチラインに小指が乗るような持ち方です。これでナローかと思う方もいるかもしれませんが、パワーリフティングの補助種目として考えた際にこれ以上狭いと意味はないでしょう。ついに序盤最大の難所であるウィーク3レイン2を迎えました。ここでは 162.5 キロ6回6セットを行います。ここで失敗するようならロシアンルーティンを成功させることは難しいでしょう。果たして無事に6セットできるのか、フルバージョンで見ていきたいと思います。まずは1セット目、ここはサクッと上げて残り5セットに向けて勢いに乗りたいところです。今まではカリージムで1人で行っていたので止めも自分で判断する必要性がありましたが、この日はノーリミックなのでスタートとプレスの合図を出してもらうことにしました。スムーズに押せていますね。上々の滑り出しです。それでは2セット目、この辺りで6セットを行うのは厳しいかなと思い始めましたが、残り4セット、ひたすら挑むだけです。まだまだ余力はありますし、この辺りで勢いを取り戻した感じがあります。押しも力強さを感じることができましたが、ようやくここでメニューの半分、さすがロシアンルーティンの序盤最大の難所ウィーク3で意味です。言葉通りの難易度です。4セット目の最後で失速。この状態で残り2セットを耐えることができるか、微妙な状態になってきました。5セット目でゲームオーバー。サイクルの半分にも満たないところで失敗したのは初めてです。先ほども申し上げましたが、このウィーク3レイン2をクリアできなければ、まず間違いなくこの先も失敗を続けます。この日はウィーク4レイン1 172.5 キロ5回5セットです。 162.5 キロ6回6セットができない時点でこのメニューがこなせないのはお分かりになると思います。そしてこの表情です。体中から絶望オーラがにじみ出ています。残り4セット頑張っていきましょう。
目よりは内容は良かったんじゃないでしょうか。しかし目の前まで死神が来ていることには変わりません。ドデスシードデスシードドデスシードドデスシードデスシード。残念ながらここで失敗。次の次で行う予定重量である 182.5kg を扱ってこの日のベンチプレスは終了しました。ドス、デス、ドス。そしてその 182.5kg の日、ウィーク4で4、本来であれば 182.5kg 4回4セットの日ですが、3回3セットに下降修正しました。結果から言うと、これは達成することができましたので、一安心です。ウィーク5で2、192.5kg 3回3セットの日です。3回のベストは 190kg なので、1セットできれば成功のようなものです。とにかくここまで失敗続きなので、この1セットに全てをかけたいと思います。最終アップの 182.5kg、ここで軽ければ可能性は高まりますが、残念ながら、全くピークが作れていなく、かなり重々しい動きになりました。一応2回の自己ベストは 192kg なので 500g だけ更新しました。ウィーク6デイ1では 202.5kg を行いましたが、ご覧のありさまです。今回のロシアンルーティンはまともにピークも作ることができずに大失敗で終わりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお済みでしょうか。スマートフォンの方はこちらの右下ボタンを、パソコンの方はこちらのボタンをクリックしていただけましたら幸いです。